サトシ挨拶してみたいな挨拶、 YouTuber っぽい。おー、どうもマサトシなり。セヨシさん、どうも。ダメ。ああ、せっかくカメラ回してくれてるのにさ。一家に一台、みんなのアイドルマサトシですわ。めちゃくちゃいいやん、俺。うわ、やだ、やだ。アイドルが家電になる世界線ね、それ。メンヘラもついてきます。どうも、マサトシです。メンヘラはもうデバフだろ、それ。四半世紀のエンドレンドン、バン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 バレンスの。ルーザーから投稿されてからあともう5年くらい経つんだよね。なんか俺の専門学校の時行ってた友達がさ。いや、5年以上前だよ。え？ルーザーだって2016年とかじゃなかった？そうやな。そうだよな。ルーザー7年前だよ。やばくね？何だよ、でも分かんないからちょっとどこ行くわ。俺だけ多分話は噛み合ってないんだろうなっていう予想はしてるけど。噛み合ってないというか、まあもはや噛み合わせ悪くて噛み合わないかな、最初から。神に来てないっていうか。絶対噛み合わない。俺が話を塞いちゃったんだろうね。敵いるわ、これ。待って。いないかも。いなくたっていい。この耳はおかしいから、このイヤホンにしてから。耳がおかしくたっていい。何その。先行艇ボット。先行艇されたっていい。先行艇ってエロいな。ん？何でも許してくれるんだでしょ。許すとは違うぞ。もしや今日ボンスボンスれても日本素敵な日本。えい、あれ最後日本って言ってんの？そう、最後ボンしてきた日本、ボンしてきた日本って言ってる。すごいでしょ。お前じゃないけどね、作った。なんてなんかマサトシが作ったみたいな。お前ただのあるだから。それ実年齢、ただの実年齢なんだよ。なんか令和のさ、年号が決まってさ、うん、平成だったら H 何年ってなるやん。それで令和だから18年度の人はかわいそうやねみたいななったよね、一回。あ、 R18 ね。そう、 R18 だから。あー、そういうことか、令和。そのうちさ、何、おい、処理に時間がかかんだよ、最近。ちょっとやって勝てるなってなった瞬間、めちゃめちゃエペって面白くなんだよな。じゃあ毎日やるか。でもこの時間帯にエペやるのはちょっと背徳感あって思いますけど。俺らにしか許されてないから、これ。それに関しては無職だから。そう、ニートだから。 B はまだいいけど、俺はちょっと割と真剣にちょっとヤバいんだよ。